お師匠様、お師匠様。うん。あの今その大変悪い知らせです。ああ、シーフよ。知らせは知らせ、良いも悪いもない。先日の予感が、あれが当たりました。タイランが刑務所を逃げ出し、ここへ向かっています。悪い知らせです。君が竜の戦士の力を信じないのならですが。パンダですか？ですが、あのパンダは竜の戦士ではありません。ここにいる運命ですらない。あれは偶然です。偶然などありません。はい、それはもう聞きました。二度も。ならそれも偶然じゃありません。三度。このままでは君もパンダもその運命を全うできませんぞ。支配できるという幻想を捨てぬ限り。幻想？さよう。例えばこの木ですよ。私の望む時に花を咲かせたり実をならせることはできないでしょう。支配できることもあります。好きな時に身を落としたり、うん、望む場所に、うん、いや種を植えたり、はいや、それは何も幻想ではありません。ああ、さよう。ですが君がどうしようとその種からは桃が生えます。どんなにリンゴやみかんを望んでもなるのは桃の実ですが、桃ではタイランを倒せません。きっと倒せますよ。君が心から導いて育ててやって信じてやれば。方法はどうやってお力を貸してください。いや、ただ信じればよいのです。約束してください。きっと信じると約束を。ああ、やっては見ます。結構。時が来ました。この先は私抜きで旅を続けて。何ですか？え？お師匠様、行かないでください。ただ信じるのです。お師匠様。